はい、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回もね、動画撮っていこうかなというふうに思いますが、消費者庁がですね、社名公表ということで、LED 高速通信ということでね、立花さんがですね、動画出されてた内容について今回言及していこうかなというふうに思っております。皆さんもね、多分ね、この関係について知りたいなというふうに思ってましたので、僕もね、ちょっと調べてる最中中に出てきた、記事なので、まあ、デイリー新潮なんでね、まあ、きちんと多分ね、調査してるとは思うんですが、まあ、ちょっとこれはですね、多くの人たちに見てもらいたいっていうのと、プラスアルファでですね、日本ホスト界隈の方々も見ていただいてですね、こんな業者がいるんだと。で、その業者をなんか弁護してる人物が、まあ、こういう問題の関係で、まあ、渦中の中に存在すると、中心にいるんだと。いうことをね、まあ、知ってもらいたいなというふうに思いまして、動画撮ってる次第でございます。さあ、読んでいきましょうか。実業家の自宅はタワマンですよと。東京のタワマンションですよと。で、まあ、日本人のね、彼女は、中国の漢方薬ですね、メーカーの日本法人の役員を務めている傍らですね、仮想通貨事業っていうのを手掛けていると。で、まあ、彼女がですね、2年前まで社長を務めてた企業がね、この度、悪徳企業と名指しされたということでね、言ってます。消費者庁はですね、9月の27日の段階でですね、東京の丸の内に本社を置くですね、LED 高速通信。今回は、略称でですね、LED 社ということで、投資やセミナーの参加注意喚起をしたと。で、まぁ、今回のね、まぁ、記者の内容なのかな、まぁ、多分、取材を取ったところだと思うんですけど、消費者庁を消費者政策課財、財産被害対策室っていうのがあるらしいですね。ごめんなさいね。僕もちょっと、そんなの知らないって思ったんですけど、ね、消費者庁はね、ちょっとね、特殊な、行政なので、こんなのがあるんだなと思いましたね、僕もね。で、担当者によればですね、2017年の関係でですね、まあ、約2年間、LED 社の苦情とか相談とか全国の消費者生活の関係で64件も寄せられたと。で、まあ、調査した結果ですね、事業の内容に実態がないと判断し、これ以上ですね、被害者を増やさないためにもですね、社名公表に踏み切ったということで言ってます。で、16年の設立の関係で、まあ、LED 社のですね、主な事業っていうのは通信とか照明機器とかの販売。ホームページ上ではですね、会長、社長とかって男性になってるものの、登記上の関係では女性実業家の名前も、が、まあ、なんか代表取締役社長の名前になってたと。で、あと、登記上の中では、女性実業家の関係だったんだけれども、この会長、社長っていうのはホームページでは男性を務めてたと。謎なんですよ、正直な話ね。で、まあ、対策室の担当者が問題のね、手口について明かしますということで、結構これね、踏み込んで調べてるんですけど、問題があるんですよね。まあ、ちょっと読んでいきましょうか。LED 社は各地で、ね、セミナーを開いて、LED の光は1分間に10億回点滅させることでですね、電波を使わない無線通信が可能になったということを言ってるんですね。え、マジで？と思うんですけど。で、その通信機器を開発して特許を取得したと説明したためですと。うん、はぁはぁはぁ、なるほどね、と。まあ、こういうなんかさ、なんていうのかな。まあ、技術を開発しました、ということでね、言ってたんですけど、LED 社もですね、通信機器のね、32万4千円ということで、加盟店協力金は21万6千円ということで、合計54万円を一口にして、一時募集ではですね、利益の 10% を、まあ、やなんか約束しますよと、ね、支払いますよということで言ってたんですけど、その中で約3年を、でね、およそ5300人からですね、まあ、31億円以上のお金を、まあ、集めると。で、これは多分運転資金のために、やってると。で、まあ、多分この通信機器っていうのは基本的に、まあ、なんていうのかな。原価っていうのが基本かかってくるし、人件費っていうのもかかるから、なんていうのかな。この投資としてね、なんていうか、お金を貸してくれませんか、債権として、やりませんかということで、セミナーとかっていうのを開いて、まあ、5300人の人がですね、この54万円のものをですね、買い漁ったということで、まあ、31億円以上、集めたと。で、対策室のね、担当者が続けるということでね、言ってるんですが、その後ですね、我々の調査ではですね、通信機器自体が製造された事実はありませんということで、もうとんでもないこと言ってるんですよ。いや、ちょっと待ってと。いや、あなたたちは、最初の段階で、LED が、なんか、その10億回に、なんかその、1秒間に10億回点滅することによって、まあ、なんていうかな、その独自の技術をですね、開発して、それをビジネスに転換することによって、多くの人たちがですね、まあ、利益を、上げる企業になる可能性がありますっていうことを、まあ、セミナーとかその他もろもろね、公表してたわけですよね。でも関わらず、にもかかわらずですね、この、なんていうのかな、商品を作ってる事実はないと。で、販売もしてないということですよね。で、特許も取得しておりませんということで、もう役満なんですよ。役満すぎて。で、今後もね、調査を継続していきますが、情報提供を行うなど、警察当局は連携していますということで、めっちゃ問題が多いということでね。で、なぜ人は騙されるのかということで言ってるんですよね。あの会社の実長のオーナーはですね、その女性実業家だと言っていると。こう語るのはですね、かつて、なんかマルチの商品をですね、手掛けていた人物だということで言ってます。さあ、その次ですね。はい。
ものがですね、介在する詐欺っていうのは、その時代、その人々がですね、関心を抱く商品を選ぶ。バブル期だったら日焼けマシーンなど、大きく豪華なものが使われ、健康志向が高まり始めた90年代はサプリメントや、水素水が主流だったと。で、2000年代はエコネット通信などとのですね、まあ、キーワードが注目を集まっていると。で、これでですね、今回のケースっていうのは最先端の LED を選んだと。LED 社はですね、担当が会社にいないということを繰り返すばかりで、女性実業家の自宅も不在だったが、全国でセミナーを開催し続けているので、ご用心をということでね、デイリー新潮がですね、まあその今回ですね、取り上げた内容に関してはですね、相当問題があると。で、その弁護を取ってるのが何を隠そうですね、皆さん、周知の事実でございますが、我らがですね、ごめんなさい、ちょっと笑っちゃった。我らが、なんて言うんですかね、まあ、追及をやまない、大津彩香さんの弁護士である、豊田弁護士であるということでございます。こんな問題がですね、まあ存在してたんだよと。で、もっと言うとですね、この弁護に携わってですね、というか、まあ、豊田さんが弁護に関わってるから、あまりね、主軸じゃないんだよって話なんだけれども、この弁護は、しない方が良かったんじゃないのと思っちゃったな。だってもう少なくとも今回ね、集めた31億円に関しては、まあ債権者の方々はですね、いると思います。でも実際31億であるっていうことはですね、行政がもう発布してる担当者の人間が話してるわけですからね。で、今回の問題点が存在してるのは何かって言ったらですね、LED のその製造っていうのをですね、やってない。で、特許を申請したって言ってるんだけど、特許すら申請してない。挙句の果てに販売もしてないですよね。だってもうそもそも製造された事実がないっていうことだから、販売もできないですよね。ってことは、最初の運転資金として集めていた、その31億円を使って、じゃあ事業の方を進めていくっていうふうに思ってたんだけれども、これ集めてる最中中に、ね、だって3年間でおよそ31億円を集めてるんですよ。ね、3年間で31億円集めてるってことは、これ裏を返せば、その間で製造できたでしょというふうに僕は思うんですよね。すごい特殊な機構で、もうめちゃくちゃいろんな精密なことをやってるんだっていうふうに言うんだったら、じゃあなんでさ、一番最初にその技術を盗まれたりとか、特にね、パナソニックだったりとかですよ。ソニーだったりとか、そういったですね、その電子機器だったりとかっていうのを取り扱ってる企業ですよね。そういうところはですね、数多くの特許をですね、一番最初に申請して、それに基づいて、ね、製造してたりとかするんですけれども、そもそも特許申請してないってどういうことやと。後になってやろうと思ってたんですか、ですっていう風になるんだったらですよ、その3年間の間で特許申請するだろうって話なんですけど、それもなかったということでですね、これマジで。ちょっと笑いすぎて咳込むのよ、これ。俺最初見た時めっちゃ笑ったもん、これ。ひどすぎると思ったんですよね。我々の調査ではって、対策室の担当者の人間が調査して、行政ですよ。行政です。で、これ皆さん、わかんないと思いますが、行政の人たちっていうのは基本的にいろんなものをですね、特権が与えられます。例えばなんですけど、工場に入るときに、ね、自分がどこのね、行政から来ましたっていうことを公示すればですね、行政側の人間たちは少なくともですね、調査に入られたっていうことで、受け入れないといけないし、信用度が高いですよね。だから警察手帳を見せられたら、何らかちょっとお話聞かせてもらえませんかとか、いろんな人たちの巡回とかっていうのは法律上の中で認められてるから、できると。なんですが、今回、その担当者、行政が調査したと。調査したってことは、多分相当調べたんだと思うんですよね。で、そう、調べた限りでは、まあ、通信、機器のですね、製造自体がやってないし、もっと言うと特許に関しても、これ特許庁に多分調べに行ってるはずなんですよ。特許庁に調べても特許の取得はしてないということで、今回の調査は継続していくんだけれども、情報提供を行うとね、まあ、警察当局は連携していくということでね。まあ、どういったものなのかわからないんですけど、一番問題はですね、この女性実業家っていうのがどの程度の人間なのかっていうことと、なんていうのかな。それをですね、弁護してる豊田弁護士はどうしてこれを受けたんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、立花さん今回ね、この件について追及していくということは言及してますが、まあ、国会議員としては当たり前ですよね。だって、事実としてこういった問題、特に国民の人たちがですね、今回その LED 社に関してですね、なんていうのかな、54万円、一口54万円もするものをですね、まあ買ってですね、製造特許、その他もろもろ、ね、事実が実態が存在してなかったって言ったら、だいぶ問題があるでしょうと。なので、まあ消費者庁というね、行政がもう交付してるものを、なんていうのか、もう一つ言えるとすれば、行政側がね、これを公表してるものをですね、なんか国会議員が追及しないでどうすんだというふうに思うので、これはですね、まあ全然いいんじゃないかなと。特に、こういったですね、まあなんていうのかな、まあ闇が深い投資商品っていうのは、お金を持つとですね、いろいろと声がかかるようになってるんですよね。うん。
なんか宝くじ当たったら銀行員の人たちが、なんかうちの方に預金してくれませんかみたいな感じで、訪れたりとか、証券会社の人間がどこから調べたかわかんねえけど、その、まあ、多分帝国データバンクだったり、その他もろもろの関係でね、多分調べを通して銀行の、なんていうのかな、その個人情報のリストだったりとかっていうのは多分あると思うんですけど、そうじゃなくて、多分ね、そういうことだと思うんですよね、多分。お金が持ってしまってると、まあ、自分の個人情報っていうのが結構軽く扱われてたりとかする可能性があるんですよね。少なくとも、その株式のね、取得率に応じてですね、まあ、個人情報のある程度のね、なんていうのかな、流用っていうのは、認められてる範囲だったりとかするので、だから例えば地方銀行だったりとかっていうので、ね、預金口座作りましたで、なんかすごい、まあ、一発事業が当たって、すごい預金が入りましたってなってきたらですね、まあ、融資してもらってる銀行さんがいろんなところに話を漏らしてって、この社長さんめっちゃお金持ってますよ、みたいな感じでね、話が出たりとかする場合もあるんですよね。だから、ここの関係に関してはですね、結構この個人情報って、すごく、規制されてるところとですね、まだ緩いところが結構多いんですよ。特に、なんていうかな、野村、皆さんわかります？野村証券？元野村証券に勤めてた人の話とか聞いてみると、マジそれって、いつの話なんそれって。でも今でもこういう実態、リストとか存在してるんですよ、みたいなね、話があったりするので、まあ、これはですね、きちんとですね、まあ、なんかね、制限かけた方がいいんじゃないのと。まあ、これによってですね、少なくとも、これですね、5300人の人は、51億円のですね、損害を被ってるわけですから、少なくともですね、これはきちんとですね、追及されるべきだと思います。で、まぁ、今回の、何を隠そう、この LED 社のですね、裁判に関してだったかな、確かその他諸々に関してを、トヨタ弁護士が、務めてるということなので、まあ、そのことについて皆さん周知していただいてですね、トヨタケンジさんっていうね、弁護士が、この悪徳企業とですね、消費者庁が公表したですね、調査された企業のですね、まあ、に少し、関わっているということなので、まあ、これはね、ちょっと明確にですね、なんていうのかな、特にですね、今回、みんなで作る党のですね、役員になったっていうのはですね、豊田健二さんがもう公表してますから、これは公党の、なんていうのかな、役員に就任したんだから、説明責任を果たすべきだと僕は思いますよ。そうでしょ？どう考えても。だと僕は思いますけどね。はい。なので、立花さん、すごい期待してます。はい。ということで、以上になります。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。